ボディメイクトレーナーのまりです。さあ今日はくびれ、楽しく動いてリズムに乗って作っていきましょう。リズムに乗って私の一番苦手な分野なので、その点は笑って一緒にやっていただけるととっても嬉しいです。さあくびれていきましょう。レッツゴー。さあ、いきましょう。もうね、これ骨盤を左右にとにかく振ってお腹周り燃焼していきましょう。で、頭の位置なるべく変えないように、身長は高く上に伸びた状態意識していきましょう。はい、拳を引いて叩き返すイメージです。左右に振って、ほら自分が踊っているのをアフレコしているほど恥ずかしいものはないですね皆さん楽しんで踊ってください。4カウントです。ヒップで拳叩き返して、8カウント、上に伸びていきましょう。骨盤と肋骨の距離とってお腹ぐーっと伸ばしていくイメージです。左右に振って、2カウント、しっかり腕上に上げて振っていきましょう。乗って、さあ肘向こうにしたら、脇腹伸ばしていきましょう。少し足幅開いて、はい、倒してぐるっと脇伸ばしていきます。くびれる空間作っていきましょう。さあもっと伸びていきます。手と手で引っ張り合うイメージです。でぐーっと伸ばしていきましょう。もうね、音楽に乗って楽しみながら温まってください。さあ頑張って横の腹筋も使って、さあ曲と曲の区切り目ちょっとリラックスしていきましょう。次行ってみましょう。よいしょ、もう少し腰振っていきましょう。さあくびれの空間作って、ヒゲダンスに見えるんですよね2カウント、よいしょ、肩も一緒に可愛く上げていきましょう。骨盤の横に手を置いたら、前横後ろ一周していきましょう。しっかりと後ろの時も後ろに突き出して、頭の位置高いまま骨盤を動かしていきましょう。逆サイド、前横後ろ横、骨盤緩めたらスピードアップ、
逆サイド、頑張って。はい、ゆっくりと回していきましょう。頭の位置変えずに、少し重心左右に動かしながら骨盤横に振っていきましょう。まあ、この時も肋骨と骨盤の距離をちょっと取っていくイメージでいきます。さあ、腹筋使っていきましょう。おー、吐いて引っ込めて、吸って伸ばして、よいしょ。吐いて背中丸めて、お腹引っ込めます。吸って突き出して、吐いて、吸って、吐いて。おへそを背中に近づけていくイメージで、少しスピードアップ。お腹に力入れるイメージで、よいしょ。はい、さあ、ちょっと緩やかに骨盤振っていきましょう。中をぐっと伸ばしていきます。少し胸を前に突き出していくイメージで、お腹ぐっと伸ばして、さっき使った腹筋を緩めていきましょう。さあ、手を組んだら、縮めて伸ばしてを繰り返していきましょう。ぐっと伸ばして縮めて、伸ばして縮めて、また腹筋緩やかに落としていきます。はい、お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。途中ね、だいぶちょっとぐだぐだした部分もありましたが、リズム感ゼロなりに、くびれを作る動作リズムに乗せてやっていきました。一緒にくびれていただけると嬉しいです。さあ、ポイントについて説明していきます。肋骨と骨盤離して距離を取るようにしてやっていきましょう。これがね、キュッと縮んでいるとくびれの空間がなくなります。なので途中でこういう動きとかやっていたと思いますが、ここも距離を取るように肩は上げすぎで、横にひねっていた時は真横にひねっているんですが、縮める方をふーっと鍛えるイメージ。こっちは伸ばして、縮めて伸ばして、横向きでやっていた時はふーっと吐いて、なんか縮めて、縮めたお腹吸って伸ばして、吐いて縮めて、吸って伸ばして、横のくびれを意識していきましょう。買ったんですけども、やってみました。こんな形で楽しみながら体作り一緒にやっていきましょう。このチャンネルでは女性らしい体作り、恋する体作りについてのコツを配信していきます。チャンネル登録いただいて一緒に作っていけると嬉しいです。それではまた次回の動画です。